スリーポイントです。かなり遠出かも。いやー、遠かったですよ。バスの上でやったでしょうね。さあ、なかなかできません。あっさら来ました。どうぞかね、外に振って大塚さん、アウトサイドから篠山行って、さらに外、大塚連続で来るか。大塚スリーポイントは決まった。今日はもうタッチを完全にね、最初の2本で近くるんでね。大塚へ、大塚アウト、サジーさんから外、大塚のスリーポイント。慌てずによくその後カバーしましたね。ただ大塚が外から決めていきました。大塚がコーナーで決めた。パスでパスがつながった。大塚スリー決まった。篠山、大塚スリーポイント。2連発でいった。2連発、外で大塚、篠山から大塚スリー決まった。そこから大塚スリー、大塚コーナー得意のスリーポイントを狙って決めていきます。今は大塚ボールキープ。コーナーから大塚、結構今日多いんで、ここをね、止めたいですね。大塚が決めました。大塚です。大塚のスリー、ねえねえ、打ってば逆にこちらと来た。フィードエッグに打った、決めた。コーナースリー、大塚。大塚決めてきました。スリーポイントです。どうか、これは崩れるか。来ました。大塚のスリーはどうか。決めました。ショット、大塚スリーが来ました。自ら行くか、行くか。大塚のスリー決めていきます。スマートフォンとカメレオン、フェイクで大塚スリーポイントで行く。決めた。あ、大塚、シェフ大塚。今度の優しい。あーっと、今度は大塚。いやー、これも。あと、あと、藤井、うわー、大塚、大塚、大塚、ブロックは、わー、でやってる。これは、なかなかシュートまで行ってるんですが、得点になりません。ここもパス。今指切れてましたよね。はい、カズマです。あー、取られた。スピードからカートオーバー。8秒。大塚はどうだ。ドライブで。大塚ドライブ。バティカス。中入れて大塚シュート。横浜。川崎もしっかりとタイムアウトを有効に使ってましたね。このように変わった選手たちがやっぱり活躍してるんですよね。はい。あー、しかし今度は大塚が行く。上田守り切れず。ではその後、東も行ってきたんですが、空振り、大塚に通ったファジーカス、もうここまで行きますとファジーカス。大塚、ファジーカス、決まれば同点、決まったー。大塚がエキストラパス、ファジーカス、ファジーカス、そして大塚。ああ、これで野間君、スリーポイント。中、大塚、外を狙う、あくまでも外から、藤井。思いますね。で、逆に川崎はこういったもういろんなみんなを使いながら最後、はい、まあ、藤井に預けたというこのコーナー。そういう形で通らず、大塚ニック・ファジーカス、もう一度ゴール。ファジーカス、これ後藤が来る。それを自ら行って熊谷に渡して、今のは素晴らしい。大塚へ、そう、これファール田中ですね。カウントスリーポイント。先ほどベンチでやっぱり辻選手、大塚選手が言ったらこういうことかもしれません。長谷川、そして大塚、大塚、これもスリーを狙っていって決めてきました。エンドワンですか。エンドワンですよね。はい、カードをもらって倒れながら決め切りました。スリーポイント、これは大きいですね。